皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズ、ベイ君です。よろしくお願いいたします。さあ、7月になりました。タイトル画面がこちらですね。アリスインワンダーランド仕様になっております。というわけで、こちらのガチャ今回引いていきます。よろしくお願いします。で、まずこちらご覧ください。ドン、購入情報無課金でやっております。よろしくお願いします。さて、行きましょうか。早速ね、登場するツムがこちらですね。ドン、本日から2ですね、アリスインワンダーランド2が公開されたという記念も込めて、こちらが登場。ドン、おしゃれマッドハッター、ワンダーランドアリスマッドハッター、こちらの3つむが確率アップで登場です。ぜひね、コンプ目指しましょう。そしてね、アリスね、僕大好きなつむなんで、この子も欲しい。で、マッドハッターはどっちも欲しい。というわけで、コンプ目指しましょう。よろしくお願いします。さあ、新しいやな、3体いるから。あ、ほんでね、今回は20回引く予定なので、403,089、こちらまで引く予定でございます。よろしくお願いします。ダン、一発目いきます。さあ、緊張、これで全てが決まるわけでもないが、なんかあるでしょう。よーし、なんかあった。ありがとうございます。マッドハッターが出てきた帽子をタップ、周りの粒を消すよ。よし、この幸先良すぎるスタート、やばす。2回目いきましょう。グーパンですね、時代は。まあ、でも、フィニックちゃんですね。フィニック、ちょっと名前忘れてたけど、フィニックちゃんゲット。これは美味しいですね。この子もかなり可愛らしくて強い。さあ、行きましょう。せーの、グードキッとした。今すげえ頭の中でね、これはどっちやどっちやっていうのをすごいこう反数して反数して、あ、前のアリスやとなりました。さあ、行きましょう。グーやばい。茶色の前歯はやばいね。茶色の出っ歯は相当やばいんで、ちょっと一回、仕切り直しということで、タッチペンでいきましょう。せーの、えいっ。あ、かわいい。かわいい。お、すげえ。あと 50% でいけるぞ。いいね、いいね。かわいい子出たんで、このままこっちでいきましょう。さあ、おじいちゃんだけはさすがに嫌なんで、頼む。よっしゃまあまあまあ、でも嬉しいですね、これは。小2個、中1個。どういうスキルなんこれ。すげえ気になるな。で、帽子に10月6日って書いてんねんけど、これは一体何でしょうか。ぜひね、知ってる方、教えてください。行きましょう。せーの、えいっ。あー、鹿。鹿かトナカイかなんかその辺のやつ。バケモン出るようになってきたらまずいんで、一回チョップリ買いましょうか。せーの、えいっ。かわいい。めっちゃかわいいの来たんだが、まだ違う。結構引いてるよね。やばいな。いきましょうか。指先でいきます。せーの、えいっ。よっしゃ、やったー。来たー、よかった。ワンダーランドアリス。少しの間アリスが小さくなるよ。これ気になるんですよね。で、周りと一緒に消えるよ。ありがとうございます。よし。では、あとは、やっぱり、ジャック・スパロですね。ジャック・スパロがやはり出にくいんだが、ジャック・スパロちゃんは、何やったっけ、ジョニー・デップ。よし、思い出した。ジョニー・デップ。あー、獣。獣は獣でね、すごい嬉しいんで、これはありがたいと取っておきましょう。さあ、あと、20万ぐらいか。行きましょう。で、行きますよ。せーの、グー。まあまあまあ、でもエル様よしでしょう。あと30回やったんか。オッケーオッケー。まだまだいけるね、じゃあ。調子いいね、でも。せーの、チョップ。あ、よし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 。いいぞ。効果時間が伸びるやつか。なるほど。マジで気になる、このスキル。めっちゃ楽しみですね。さあ、行きましょう。へい、ジョリー。よっしゃ、ジョリー来た。ありがとうございます。よし、これは嬉しい。月初でコンプはマジで嬉しい。おしゃれマットハッター3方向からライン上に積もを消すよ。よしよし。ちょっとうるさいかもしれんけども、よし、さあ行きましょう。これレベルアップしよう。うん、オッケーオッケー。エルサ様でございます。いや、よかった。あと6回ぐらいかな。行きましょう。せーの、チョップ。エルサ、エルサめちゃめちゃ出るな。あ、でもこれマジで嬉しい。エルサもね、本当に、使い勝手がいい。素晴らしい。そうなんですね。行きましょう。グーでいきます。おらっ。
おーし、猫猫のおしゃれキャットハンターみたいなやつゲットしました。いやー、かわいらしいね、マリちゃん。さあ行きましょう。いや、めっちゃ気楽です。本当に気楽もう気楽とかでも言ったらあかんな。多分こんなん出てくるからね。ちょっとこの少年はね、あんまり引きたくない。私はどっちかっていうとおっさんを引きたい。行きましょう、おっさん来い。おっしゃ、来たー。そして今チャイムが鳴ったので皆さん少々お待ちください。帰ってまいりました。さあ続き行きましょう。よろしくお願いします。お待たせしました。さあ、あと何回ぐらい、あと5回ぐらい、じゃあ、あと2回や調子乗ってはいけないぞ。さあ、あと2回行きましょう。せーの、グー。ここはちゃんと気合い入れて、マット張った。おー、アリス、本気アリスゲットでございます。素晴らしいね、かなりついてる。そしてラスト、当然引いていただく方を紹介いたします。いつもね、ゲストに紹介して、消去、ゲゲゲゲゲゲ。消去、ゲゲゲゲゲゲ。いつもね、ゲストに引いていただいてるんで、そちら紹介いたします。ドドン、こちらです。スヌ様です。カメラ目線をしてください。スヌがなんとガチャを引く。よろしくお願いいたします。もちろんタッチペンを使って、行きましょうか。よろしくお願いします。最後ね、このね、スヌはね、いつも女の子引くのが得意なので、アリス。聞いてくれると思います。さあ行きましょう。せーの、頼む、アリス。あお姉さん、お、レベル5まで行った。すごいね、4回ぐらい引いたね。お姉さんを引いて、なんとスキルレベル5、ありがとうございます。というわけで今回はこんな感じで終了です。ガチャはこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。じゃあこちらね、やっだぜー、めっちゃ嬉しい。なんとかね、7月の新ツム、今出たのは、コンプでございます。なんとですね、この後にもまだツム出てくる予定なんですけども、とりあえずこの時点でコンプできたのはね、本当に大きかった。というわけでね、今からいろんなツム使ってね、この辺のツムとか使って遊んでいこうと思いますので、よかったらお付き合いください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。さて、では順番に行こうか。いや、まずこのおじいちゃんやな。このおじいちゃんから行って、出てきた帽子をタップ、周りのツムを消すよ。行きましょう。いやー、よかったー。マジで、ポン。ポン。さあ、めっちゃ楽しい。あ、ちなみに、前言ってたね、何やったっけ、スキルじゃない、ビンゴカードはクリアしました。あと1枚だけなんですよ。ちょっと前のやつの550万点くらい取らなあかんやつ。あと、コンボがね、250やったっけ、だからそれせなあかんのやつだけ、まだ、クリアはできてないという状況ですね。さあ、マットハッターおじいちゃん版、僕この話知らないんですけど、なんかこのおじいちゃんが変身みたいなしたらジョニー・デップになるという話を私聞きました。さあ行きましょう。ここタップ、パス。おお、なるほど。踏んで、確かシューが2個とかなんかそんな書いてたよね。ショーが2個か。ってことは、あの帽子が数が増えたり、いっぱい消してくれるやつが増えるってことか。可愛らしいやないかい。ほんでこう。なんかどっちかっていうと、このおじいちゃんも、おしゃれやんね。なんかね。ほら、おしゃれやん、これ。パフ。わかった。多分、10月6日が手前に来た時に消すと効果高いんちゃうか。なんかそんな気にしたけど、どう？違うか、さすがに。ないね。多分ないね。でもなんかあったら教えてください。なんかこれもね、ミッキーとかも、何やったっけ、何ミッキーやったっけ、あのミッキー。なんかね、タイミングで効果が上がるっていうのやったから、それでもしかして変わるかもしれないので、そういうのがあればぜひぜひ教えてください。いや、いいよいいよこれ。こうして、オッケー、これ使う。で、無駄のないように、パフパフパフって言って、でも、さっき確かね、10何個ぐらい消したから、タイミングはありそうな気がするけど、いかがでしょうか。これはいけるか、オッケーオッケーいった。よしよしよし、もう一回いけたな。で、パフ、パフ、パフ、パチ。まあ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 。でも、しっかりとボムを作ってくれるから、これはかなりいい感じですね。嬉しい。めちゃめちゃテンション上がって思ってるわ。よかった、マジで。10月6日って何やろ。それがすごい気になんねんけど、それもね、ぜひね、知ってる方いたら教えてください。本当に僕はあんまり詳しくないんですよ。で、少しの間、アリスが小さくなるよ。周りと一緒に消えるよ。これも行きましょう。目を閉じて可愛いアリスでございます。よかったぜ。で、こっちも、なんていうか、昔のね、アリスのキャラというか、そっちらしいですね。踏んで、ジョニー・デップのやつだけが、アリス・イン・ワンダーランド、映画版の方のキャラクターみたいですね。なんでこれは昔バージョン。さあ行きましょう。おー、かわいい。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。初めてこんなん。そしたら、おー、
これすごいすごい。で、周りも一緒に消えてんのか。あ、踏んで効果時間があるから、なるほどね。あ、じゃあ振ってくんのもアリスちっちゃいってことかな。え、すげえすげえ。これこうやろ。で、これ使う。アリス振ってくんのちっちゃいの。これちっちゃくなるよね。踏んでこうして。お、ちっちゃいの振ってきてる。ちっちゃいの振ってきてるで、みんな。これは面白い。新しい能力来たね。やっぱこういう新しい能力来たら、めちゃくちゃ嬉しいというか、仕分けに行動力。いや、そこまで野蛮か？そんな野蛮な感じでもないけど、あ、そうか、これは消えへんから、こうして、おー、なんか、貫通できるっていうのがすごい自分の中でないから、慣れないと難しいかもしれないよね。で、こうして、こうして、アリスちゃん、どこ、アリスちゃん、どこ、おっしゃ。これはもう一回言って、これ言ってね。なんで、あんま日本語喋れてない、ごめん。日本語ちょっと失いつつあんねんけど、その辺は許してくれみんな。というわけで、こうして、こうして、あんまり消せない。こうかな？おー、そしたら6消える。いや、これめっちゃ楽しい。ほい。ほんで、ちょっと待って、あかん。もう一回ぐらい使いたいねんけど、こうして、ひょい、アリスちゃんが全然見つからない。私の実力では、今もアリスがちっちゃく見える。そんなことはあるまいと言いつつ、アリスが全然見えてこない。237コイン。すまんみんな。これはちょっとしょぼいプレイであったが、でもね、すごい楽しかった。これ能力めちゃくちゃいいな。もう一回ちょっと能力見ようぜ。で、効果時間が伸びてって、スキルレベルが上がると効果時間が伸びるという感じが。いいね、これ。で、ポン。来ました。おしゃれマットハッター。行きましょう。三方向からライン上に積むを消すよ。これも強い匂いがプンプンしますが、SSI、サイズ系ね。オッケー。行きましょう。じゃあ、スカーみたいな。もしくはトリトン。そんな感じでしょうか。めちゃめちゃ楽しみです。さあ行きましょう。そう、ジョニー・デップなんですよね、これ。で、もちろん作ってるのがティム・バートン。そう、ティム・バートンとジョニー・デップはもう一心同体みたいな、そういうレベルまで行ってます。もう遡ること、あれですよ。シザーハンズ。さあ行きましょう。お、縦横斜めのなんとかかんとかみたいな感じですね。いいね、これもまた絶対コイン稼ぎに向いてるやん。しかも今なんかハサミちゃうかった？ほんまにシザーハンズじゃなかった？どうなんその辺、ティム・バートンさん。なんかハサミが俺には一瞬見えたんだが、このキャラクターはもうやっぱハサミ系のキャラなんだけど。行くぞ、ポン。ほら、最後ハサミちゃう。ちょっと俺話持ってました。ごめんなさい。全然ハサミじゃなかったですね。相当森に持ってなんか適当なこと言ってた、そういうパターンでしたが、いいね、この能力。さあ行きましょう、ポン。最後の自慢げに帽子出すなんなの？めちゃめちゃ自慢げに帽子アピールされてるけど、あれは一体何なんだろうか、非常に気になるところだが、こうしてジョニー・デップでなんか話せること、あ、そう、で、じゃあ最終的にはジョニー・デップで、で、ディズニーといえばあれ来るんちゃうかっていう話もありますよね。何やったっけ。ジャック・スパロー。そう、さっきも言ってたけど、ジャック・スパローも一応ね、ディズニーなんかな、ようわからんねんけど、ディズニーでもありますもんね。あのジャック・スパロー登場したりするから、カリブかな、カリブのなんかとかで、アトラクションで。なので、もうほんま最終的にはジャック・スパロー、デレレッテッテレ、しかも曲付きです。デレレッテッテレレッテッテレレッテッテデデンって出てきたら私も歓喜ですよね。え、それ来たらめちゃ嬉しいねんけど、でも絶対来るよね。まあ、残してると思いますよ、ディズニーさんのね、やることなんで。さあ、もう一回使いましょう。 OK! 間に合った。シュッシュッシュッパン。あの、パンっていうのがすごい気になるよね。あれ最高に気になるわ。よし、これは嬉しい。で、そうそう、で、もう一個ですね、そのもう一個積むが増えるって言ったんですけど、確かね、教えてもらったんですけど、来週、まあ、もちろんね、リーク情報なんで確定ではないかもしれないですけども、もう一積む、来週にガチャで登場して、それがハートの女王やったかな。確かハートの女王のみが確率アップで来週登場するので、このね、今の時点でレベルってかコンプできといたのは最高に良かった。本当にありがとうございます。あと一回なんか使いたいけど、まあどうせやったらもう一回、じゃあおしゃれマットハッター行きましょうか。うん、いろんなちょっとつむ使いたいんですけども、今回はアリスインワンダーランドなんで行きましょう。で、今夜ですね、ちょっと時系列が崩れてしまうかもしれないんですけども、今夜にどうやらアリスインワンダーランドの1を、地上波ですね、テレビでやるようですので、まだね、見てない方いらっしゃったら見てみてはいかがでしょうか。私もね、見たことないんですけども、ただ声はあれです、平田さんっていうのは知ってます。ちなみに平田さんっていうのはもうジョニー・デップの声といえば平田さんというぐらい言われる
吹き替えの時はね、大概この平田さんがやってます。で、平田さんはね、もちろんジョニー・デップと言われるぐらいなんで、ジョニー・デップと言われる、ジョニー・デップといえば平田さんなんで、あのジャック・スパローも平田さんがやっております。あのちょっとこういう感じのね、声が似合うんですよ。で、平田さんって結局誰やねんって話になった時に、一番いい説明としてはワンピースのサンジ、ワンピースのサンジ役として、まあ、有名なのかな。他にももちろん有名な作品あるんですけども、分かりやすいのは平田さん、平田さんサンジですね。ワンピースのサンジ役でございます。めちゃめちゃかっこいい声。そしてまたピンポンとなってしまったので、私はピンポンに向かいます。すいません、戻ってまいりました。ちょっとね、中途半端やったんで、これ終わらしてもう一回遊んでみましょうか。ワンダーランドアリス、こちらを使ってもう一回遊びましょうか。なんかね、いろいろグダグダしちゃって申し訳ない。さて、アリスはでもね、能力がかなり楽しいんでね、これはすごい私お気に入りでございます。そしてなんといってもね、このツムね、本当に私大好き、めちゃめちゃ可愛い。行くぞー。で、なんか話すことあったかな。さっきのね、もう特に平田さんのことをね、とりあえず僕は言いたかったんで、ちっちゃくなって。これそうか。めちゃめちゃ、お、なんかピロリョンってさっきこんな音してたけど、ごめん。さっきこんな音してたかちょっと思い出せへんけど。いいね、いいね。そう、平田さんのことをね、とりあえず僕言いたかったんで、今何話したらいいかな。じゃあ、僕の、誕生日の話ですか。なんとですね、私7月入ったんですけど、7月に私の誕生日がございます。皆さん、ぜひね、お祝いしてください。ひどいな。このトークは相当ひどいけど、何日かっていうと、もうこれね、みんな聞いたらね、絶対忘れれんくなるから、もしかしたらちょっと言わんめんどくさいなーって思う人は、聞かない方がいいです。絶対に覚えてしまいます、僕の誕生日いつかっていうのはね。さあ、じゃあ、そろそろ皆さんミュートにして、祝いたくない方はね、祝いたくない方はミュートにして、いきます。7月の11日です。さあ、なぜ覚えやすいか、それも説明しましょうか。これを聞いてしまうと、もうあなたは私をお祝いせざるを得ない。さあ、いきますよ。7月11日、覚え方。セブン、イレブン。さあ、もう覚えてしまった。もうあなたは私の誕生日を一生忘れることができない。セブンイレブンという単語を聞くたびに、もうベイ君の誕生日やったなっていう記憶がね、ねじ込んでしまいました。申し訳ございません。絶対に7月11日、皆さんのお祝いをお待ちしておりますって結構ひどいこと言ってるな。忘れてください。忘れることはできないけども忘れてください。というわけでね、アリス、これもかなり楽しいツムなんでね、これレベル上げたいね。どうなっていくんかがすごい楽しみでございますね。時間が伸びんねんけど、もうかなりこれはね、使い勝手、ツムを減らすやつ使ったら結構強そう。で、マッドハッターちゃんも、チューが増えたらやっぱ強なのかな。で、このおしゃれマッドハッターは、まあ、スカーとかトリトンですね。そんな感じのスキルなので、コイン稼ぎですね。これにも向いてそうな気がします。いや、非常に嬉しい。最後までご視聴本当にありがとうございました。ちょっとね、いろいろピンポンが来てしまってね、申し訳ないことになってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。高評価もぜひお待ちしております。あとコメントもぜひお願いいたします。で、あとね、さっきも言ったんですけども、今週末、じゃあ来週か、来週の末かな、ちょっとはっきりした日付覚えてないんですけども、ハートの女王が新ツムでまたね、ストアに登場するらしいです。で、イベントもあって、で、イベントでもツムが出てくるので、合計今月は5ツムが新ツムとして出てくるのでね、ぜひ皆さん、コンプ一緒に目指しましょう。ありがとうございました。それでは、次回もお楽しみに、どこで終わるかな、どこで終わろうかな、やっぱここかな。かわいいかわいい、この子で終わりましょう。次回もお楽しみに。ココロリンクゲームズのベクでした。スンヌでした。バイバーイ。